東光寺は、山口県萩市にある大幕州の寺院。三号は、五国山。本尊はおくるみ。吉田松陰誕生地近くの萩市椿東にあり、元禄四年を萩藩三代藩主毛利義治が、建立した。義治は若くして、大幕州に帰依して、元山大幕満福寺に藩を求めて構想などを、建立。萩出身の構想。 え、国同盟禅寺を解散に迎えた。吉治の死後、国王墓所と下織氏の母大寺となった。仙台藩立家の両足山大念寺、鳥取藩池田家の龍峰山高禅寺と並んで、大幕州三大僧林の一つ。中国の明治時代の末から、清時代の末にかけての大幕仮乱様式。仮乱の配置は、龍の形を表したものと伝えられる。 元禄六年頃建立の宗門、元禄七年頃建立の主郎、元禄十一年建立の大優宝殿、文化九年建立の三門の四棟の建造物が、重要文化財に指定されている。萩藩主三代、毛都敷地治む、五代吉本、七代重成、九代聖望、十一代、聖元の奇数代の藩主の五期と、それぞれの夫人の合計十期のほか、 側室など近親者24元がある。また、重心書家の献上死体死灯籠500機が並んでいる。国の史跡に指定されている。なお初代秀成と偶数代の藩主は、萩氏の大将院に病所がある。秀成の父、照本の病所は、萩氏の天樹院跡にある。松島剛志造の墓源氏元年、京都の金門の変により、幕府への謝罪のため。 岩国で自陣した福原元官、徳山で自陣した増田親瀬、国志親章の参加牢。反対派により、萩野山国で処刑された獅子戸雅美、山田又介、前田孫子衛門、竹内兵衛、毛利昇人、松島津義造、中村九郎、佐久間佐平、山和八郎、渡辺倉田、奈良崎八郎ら11列詞。俗論等のために、 萩で自陣を命ぜられた、清水聖太郎。幕府の萩生伐の起因の責任を感じて、山口で自陣した、須府正之助。これら身をもって何に準じた、藩士のために、明治29年に建てられた、慰霊墓所。このほか千戦茶先隊によって暗殺された藩主の死者三名、桜井美希さん、香川藩助、霊勢五郎鎮政会議員の墓が祀られている。総門。 ありがとうございます。